夏の着こなしは、とにかくね、シンプルになることが多いので、結構ね、細かいところ大事じゃないかなと思います。よく言うのが、足首とか、首元とか、今回ちょっとフォーカスする手首だったりするんじゃないかなと思います。そこでね、今回は手首に華やぎ持たせてくれるような素敵な時計を紹介してみようかなと思います。オクテットチャンネル。どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。今回ね、ちょっとこう、初の試みなんですけれども、時計をね、ご紹介したいなと思っています。うちのチャンネル見てもらっている方でも、オクテットって時計あんのって思った方ね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、実はうち取り扱いあるんですね。時計ってね、ファンの方本当にすごい好きですし、価格も含めてピンキリですよね。服以上にピンキリの世界じゃないかなと思っています。僕はそこまでね、時計にめちゃくちゃ詳しいわけではないですし、うちの、まあ、展開としてもめちゃくちゃすごい時計が置いてあるとか、そんなことはないんですね。時計屋さんではないので。ただ、今回紹介するにあたって、今の時代って時計なんてぶっちゃけいるかいらないかで言ったらいらないになっちゃうと思うんですよ。とにかく時計って値段もすごく高くなってるし、どんどん手が出しにくくなっているし、プラスね、正直なくても時間がわかるものっていくらでもあるので、必要か必要じゃないかで言ったら、必要じゃないっていう風になってしまうのかもしれないんですけれども、腕元にね、今はちょっとこのアクセしちゃってますけども、手首にね、少し何か欲しいですよね。特に夏なんかは半袖1枚になったりとか、アイテム数が減ってシンプルになる分、ちょっと手首にね、腕時計つけてたりだとか、そういった細かいことがね、重要だったりするんじゃないかなと思います。かといっていきなりドカーンっていう時計買いましょうとはなかなか言いづらいんですけれども、今日はね、価格のバランスだったりとか、機能、デザインっていうのも含めて、すごくね、面白くていいね、時計がございますので、それをね、紹介しようかなと思います。ということで、早速ね、僕の前に3本ほど並んでいるんですけれども、こちらの時計になります。ブランドもね、初ですね。スピニカっていう時計になってます。知ってたらすごいと思います。僕もね、入荷するまで全然知らないブランドだったんで、おそらくね、皆さん知らないと思うんですけれども、スピニカっていうのはイタリアの時計ブランドで、名前自体に海だったりとかヨットっていう要素が入ってるような時計でございまして、それもあってか、スピニカっていう時計のラインナップはメインがね、ダイバーズウォッチになっています。時計はね、いろんな種類があるじゃないですか。スクエア型だったりとか、もうもちろんラウンドだったりとか、その中でもドレス系だったり、今回みたいなダイバーズだったりとか、本当にいろいろあるんですけど、ダイバーズウォッチってね、ここ最近結構人気ですよね。今の時代だと、やっぱりカジュアル化が進んでることも大きくて、ダイバーズウォッチをスーツにつけるとか、ジャケパンにする。もちろんカジュアルも OK みたいな感じで、ダイバーズウォッチの活用する幅ってすごい広がってるんですよ。昔だったらスーツとかには絶対 NG だよねみたいな感じだったんですけど、今は逆にありだよねみたいな感じになったりとか、なんだったらスーツに前提でダイバーズウォッチゲットしちゃう人もいるくらいだったりするので、結構広がってるんじゃないかなと思うんですけど、夏のね、この時期にはダイバーズウォッチってサイズ感的にも大きめのものが多かったりするので、そのあたりも含めてなかなかいいんじゃないかなと。僕は思っています。ということでね、このダイバーズウォッチのスピニカーなんですけれども、あんまり僕もね、時計そんな詳しくないのもあると思いますし、ちょっと知っちゃってる部分もやっぱりあるので、言い方ですけど、色物みたいな時計とか、そんなに興味なかったんですよね。けど、スピニカー見た時に、もうシンプルにすごいかっこよくてですね、いい意味でね、安っぽくないんですよね。そこもすごい魅力かなと思います。先にね、値段も伝えておくと、税込みで、モデルによってちょっと違うんですけど、5万いかないんですよ。安いか高いかとか置いといて、やっぱり時計の今の幅を考えたら、絶対に安いと思うんですね。もちろん、機能だったりとか、さらに値段以上のものがね、この時計あります。この時計はやっぱり本格時計持ってる人だったりとか、どっちかっていうとね、時計あまり興味がなくても若干欲しいだったりとか、そういった方にファッションをね、変えるような感覚で少しの気分転換みたいな感じで付け替えてもらうと幅としてすごくいいんじゃないかなと思っています。そんな時計ですね。なんでね、洋服をね、サクッと変える感じでこれに合うのはこれだよねみたいなテンションで変えてもらったりだとか、そういう楽しみ方がね、いいんじゃないかなと思う時計でございます。今日は3本ほど持ってきました。まずは、
こういうね、ブラックのタイプに、ベゼルね、黒とゴールドのタイプですね。これもダイバーズウォッチですね。こんな感じです。この時計ね、結構面白いんですけど、一応これでサイズ 43mm ぐらいなんで、昔だったら多分結構でかいよねって思われる時計のサイズだと思うんですけど、今ってね、すごいゴツゴツの大きい時計流行してるんで、43ぐらいだったらもう別にかなっていうぐらいになってると思います。実際ダイバーズだったらこのくらいあっても全然いいかなと僕は思いますね。こんな感じで、ダイバーズすぎないと言ったら言い方悪いんですけれども、そこまでね、スポーツすぎるデザインってわけでもないです。結構クラシックな要素もありますよね。特にこれね、自動巻きに全部なっています。そして防水機能もしっかりついてます。だいたいね15か18ぐらいの水圧全然耐えられるので、日常生活もそうですし、実際にダイバーズなんで、ね、海に入りますってなっても全然大丈夫です。オーバースペックぐらいですよね、はっきり言って。もう一つね、これ面白いなと思ったところが、今回のモデル全部そうなんですけど、このブラックもそうですし、それから今僕が持ってるボルドーに対してネイビーのねタイプだったり、あとはこういったカーキ、すべてね、ダイバーズなのに、ストラップね、これ、革なんですよ。えってなるじゃないですか。これね、僕最初見たとき、どういうことと思いまして、普通に考えて水に入るのに革ってどうなのって思うのが普通だと思うんですよ。ただ、今回のね、このスピニカーの時計って、全部ね、革なんですけど、ウォータープルーフレザーって言って、革なんですけど、水大丈夫だよっていうね、パラブーツみたいになっていったらあれですけれども、それに近いような感じで、水がね、大丈夫な革になっています。実際にプールサイドだったりとか、海で使ってもらっても、時計はもちろんそうですし、ストラップの部分も全然ね、大丈夫です。そんな時計になっています。デザインもね、ほんとこれ可愛らしいと思うんですよね。さっき紹介したこのブラックもそうですし、ゴールドにネイビーのタイプ。特に今時計って青いね、とこ流行ってたりするので、この辺もすごい可愛らしいかなと思いますし、こういうカーキ。ちょっとミリタリー感もね、あるような感じなんですけれども、すごくね、男らしさもあって、けど、ごちゃすぎないんでね、バランスもいいと思います。それから僕がね、今回の時計で結構いいなと思ってるのは、まさにこのレザーの部分でございまして、やろうと思えば全然レザーを変えるっていうことも楽しみ方としてできますし、プラスね、レザーになることによって、ちょっとドレッシーな雰囲気も、これダイバーズウォッチなんですけど、まとわせることができるのかなと思ってます。本来だったらステンレスとかね、そっち系のシルバー系のものになるじゃないですか。結構ガチガチのダイバーズ感とか出ちゃうと思うんですけど、スピニカーって色分かれもね、鮮やかですし、プラス、このベルトね、レザーになってることで、よりジャケットとかのスタイリングにはまりやすいし、パッと見だとね、ダイバーズ感が出すぎることもないので、その辺も含めて合わせる幅が結構広いのかなと思います。うちでよく紹介してるような上品だったりとか、ドレッシーっていうところに寄ったスタイルにはファッション的にね、はまりやすいかなと思うんですよね。機能的にもね、防水もついてますし、もちろんガラスも強化ガラスだし、自動巻きなんでってところも含めて、機能的にはね、時計の機能として全然申し分ないレベルです。本当にこれね、デザインもすごくかっこいいので、めちゃくちゃおすすめしたいですし、あとはね、気軽にって言ったら言い過ぎなんですけれども、時計の値段考えたら、なかなか手がね、出しやすい方なんじゃないかなと思います。なんでそこも含めて、ぜひぜひね、ファッションを変えるような感覚で付け替えてもらう。遊びじゃないですけれども、そんなね、楽しみ方をできるのが、この時計のね、いいとこじゃないかなと思います。ということでね、今日はね、スピニカーっていうね、うちでね、ずっと取り扱ってたんですけど、初めて時計を紹介しました。僕もね、時計本当はすごく好きなんですけど、今すごい手が出しづらくはね、なってるのかなと思います。楽しみ方の一つとして、こういったね、ちょっと遊び感覚に近いようなものも、ファッションを変える感覚で、僕はありかなと思うタイプなので、ぜひね、気になった方は一度ね、見てみてほしいなと思いますし、時計なんでね、実際はね、やっぱ実物見た方がいいかなと思うんですけど、一度ね、ご覧いただきたいなと思います。すごくね、おすすめです。というわけでね、僕らのチャンネルはこんな感じで毎日8時に動画を更新しております。ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、でした。バイバイ。